どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。久しぶりに、ね、こっから撮ってるっていうことは、そうなんですよ、料理動画なんですけれども、今日はね、なんとうちの弟を呼んできました。それでは早速登場していただきましょう。どうぞ。はい、どうも。こんにちは。弟のディースケです。はい、ディースケさんやってきてくれました。私のゴームビアイを語らせていただきたいんですけれども、はい、よろしいですかね。あ、どうぞどうぞ。昔からゴーさんの、はい、こんな動画とか、はいはいはい、こんな動画とか、はいはい、ずっと見て、はい、3年前ぐらいからですね。はい、そうですね。はい、というわけでね、今日はね、レイスケさんを呼んでですね、料理作っていきたいと思います。今日の料理はですね、バッター焼きで簡単ソースチキンカツ丼を作っていきたいと思います。はい、それではね、まず材料の方から紹介していきます。鶏胸肉が 1,2,3,4 枚と、これの下味付けるために塩コショウ、またはいつものこのマキシマムスパイスですね。はい、水 200cc で、マヨネーズが大さじ4、はい、で、卵2つ、ここら辺も適当に随時適当に使ってます。はい、これでバッター焼き作ります。そしてですね、ソースカツ丼なんで、はい、これウスターソースが大さじ6、ケチャップも大さじ 6で、これね、めんつゆが大さじ2ですね。忘れたのが、こちらね、ご飯の上に引きますキャベツになります。それでは以上の材料で作っていきます。それではバッター焼き作っていきます。バッター焼きはですね、水、卵、マヨネーズ、薄力粉、これ混ぜていきます。マヨネーズ入れるんですね。マヨネーズはね、もうみんな大好きなんでね。はい、今日は基本ね、デイスケ選手が作ってくれるんで。あーあーやめなー、先生大丈夫一回混ぜてもらいます。混ぜるのは得意です。はい、はい、こちらマヨネーズを入れて、一回混ぜます。あー、はい、混ぜます。次ね、小麦粉。先生、はい、僕2つのこと同時にできないので、まず置いてもいいでしょうか。置いてもいいです。お願いします。いやー、ほんまに1時間ぐらいでできんちゃうかやったけど、これ無理やね、多分。はい、続きましてですね、ソース作っていきます。ちょっとね、画面いっぱいギチギチのおっさんが2人並んでる状態なんですけど、ケチャップとウスターソース、めんつゆを混ぜていきます。順番はな、どれでも好きなように。ケチャップからいきます。はい、ケチャップから。足らなければね、もうその都度足してください。チャバ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 、よく混ぜて置いておいてください。こちらの鶏肉、ちょっとね、これ皮ついちゃってるんで、皮取って揚げやすい大きさにカットしてもらいます。もう普通に、あ、素手で切っちゃう感じで、素手でこう、全部。じゃあ、あと3つお願いします。承知しました。皮、人生で初めて剥いてますよ。はい、これ、先生、4枚なんですけども、はい、何人分ですか？2人分ですかね。ちなみにね、はい、予定では6人から8人前。ああ、それを2人で食すという、はい、食べます。はい、とりあえずね、事故が起きたらもうその時点でストップになります。いきますね。何の音かな。切り方がまずいみたいな、ちょっと注意されてるかなと。それじゃあね、この山盛りの鶏肉に下味つけていきます。はい、スパイスはいつものマキシマムスパイスでつけていきます。これはね、もうノールックでいってください。おかかかすり大事件だ。思った通り事故を起こす。よいしょ、こんなもんでいいかな。はい、それではね、さっき作ったバッター液とパン粉ね、で、鶏肉をディップしていきます。いきます。じゃあ1枚目何ディップしますか？何ディップでもいいけど、2、3枚目どこ。はい、え、左でね、あ、はいはい、押さえてた、これめっちゃこう、はい、1枚目できました。はい、ご飯の上に乗せるキャベツをね、千切っていきます。最初は何事も経験なんで、包丁で切ります。はい、2枚、3枚ぐらいを重ねて、で、切らないように普通ですか。気をつけますね。これ先生、左手はどのタイミングで左にずらしていくんですか？先生、ここのタイミング、ここのタイミング、そばですね、そば。
ャベツの千切り用のピーラーがあるんで。おお、これはもう先生、概要欄貼る感じですね。概要欄貼ってもらって。ちょっと喉乾いたから。よかったらココナッツを。ココナッツ。普通の家で出てきたの初めてですね。上の皮剥がしますって書いて。はい、それではココナッツで乾杯。はい、はい、乾杯。あー、どう？あー、ココナッツ。あー、美味しいんやけど、あー、平らかな。別に。揚げていきましょう。2枚ずつぐらい。温度下がっちゃう。はい。これ1枚カウントです。うん、はい、あー、いける。まだこんなにかね。完成しました。はい。どのサイズ。早速いただきましょう。とその前に、はい、いつもの朝日の黒生レモン、酔わないレモン、レモンと、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ、これないよ、ね、ノーマルです。買うだけ1枚。いただきましょう。いただきます。ちなみにね、今日は食べきれないと帰れませんので。よいただきます。いただきます。ダメージ、うん、うん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 、ソースがね、うんうん、ご飯までいかない。カツ だけですね、これね。バッター液とパン粉がしっかり絡まってカリッとしてて食べやすくて美味しい。で、今回胸肉で作ったんで、もうほぼカロリーはないものとしてカットしてます。あ、揚げてますね。はい、揚げてますね。カロリー全部飛んじゃってる。うん、ご飯出てけ。うわ、うん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 、はい、というわけで本日はゲストにね、レイスケさんを呼んでチキンカツ丼大量に作って食べてみました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。いや、もう本当に、まあ、郷さんの苦労という動画を一本作る熱量、はいはい、これがですね、非常に伝わってきて、はい、まあ、こういう機会があれば、まあ、毎週、はい、でも出て、まあ、だんだんね、まあ、そのような感じで、今日の動画、よかったなと思っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次、ちょっと違う動画になるかもしれませんが、次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんのモビッグオでした。はい、グッグバイ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 。